はい、どうも神仏応援団流です、今日はですね、人の感覚を覚醒させる方法についてお話ししたいと思います。ハレルヤ。はい、ということで今日はですね、人の感覚を覚醒させる方法についてお話ししたいと思うんですが、まあそんなことができるのかっていうところなんですが、これはですね、まあ具体的にこれをすると覚醒するっていう話ではなくてですね、おそらくですね、昔の人の方が、まあ、感覚が、まあ、鋭かった、感覚がですねものすごく敏感だったっていうのは、どなたもですねなんとなくイメージできてるんじゃないかなと思うんですよね。で、まあ、今回の話はそこに目をつけて、じゃあ現代の人と昔の人で何が違っているのかっていうところをですね、見たいと思うんですね。で、今回その違いっていうところでいきますと、カレンダーが違うんですよ。で、僕らは今使っている1年365日のカレンダーっていうと、まあ、太陽暦を使ってるんですね。まあ、太陽の運行に基づいた、カレンダーですよね。で、昔の人は何を使ってたかって言いますと、太陰太陽暦って言いまして、太陰っていうのは、まあ、月の運行なんですよね。で、月の運行と太陽の運行ですね、まあ、掛け合わせたというか、まあ、どちらもこう帳尻が合うように、まあ、合わせた、そういう暦を使ってた、まあ、時期が、まあ、あるんですね。で、まあ、それ一つですね、ご紹介しておきます と、ですね、静岡県の三嶋大社という神社さんがありますけども、そこでですね、三嶋暦っていうですね、そういうカレンダーが昔使われていました。で、これはですね、神様の祭祀とかを司るですね、そういう人たちが作っていたカレンダーなんですね。で、これはもう月の満ち欠けがこう入ってるんですよ。で、特にですね、人間は月との関係性が非常に強いと、特に女性の方はですね、もう体を持ってですね、体験されてると思うんですけども、まあ、あと出産するときだったりとか、息を引き取るときですね、このときが月の満ち欠けが関係していると言われるようにですね、まあ、人間の体と月の関係性というのは非常に深いということで、この辺をですね意識すると人間のですね感覚を覚醒させることができるんじゃないかということで、その辺がですね一つポイントかなと思います。はい、で、この辺ですね、この三嶋暦っていうものをですね、見るとですね、今日は新月でこの日が満月ですっていうのがですね書かれているんですよ。で、まずはですね、そういう新月だったり満月だったり三日月だったりとか月の満ち欠けをですね、意識するだけでもまた違ってくるのかなと。まあ、例えば、あ、今日は満月かと、じゃあちょっと夜、空を見上げてみようって月の光をですねこう浴びるだけでもまた人間の感覚って変わってくると思うんですよ。で、まあ、そういうところがですね、からまあ始めてみるとですね、まあ、太陽、お昼は太陽、夜は月ということで、これも陰陽のまあ統合ということで、太陽の暦だけで生きているのではなく、まあ、月の暦もですね、取り入れることによって、陰と陽のバランスを取るという意味で、感覚がまあ覚醒するお手伝いをするんじゃないかなというふうに思いますと。なので、もしですね、興味があれば、この三嶋暦ですね、購入されてみて、参考にされてみてはいかがでしょうか。はい、ということで、神仏応援団流でした。今、LINE で友達登録キャンペーンをやっております。あなたの友達登録、お待ちしてます。